今から150年前の1859年、函館は横浜、長崎と並んで日本で最初の国際自由貿易港となりました。貿易相手国はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5カ国でした。それに先立つ1853年に米国ペリー艦隊が浦和に現れ、幕府に開港を迫りました。幕府はそれまでの260年間鎖国政策を貫いてきましたが、諸外国がアジアに押し寄せているという世界情勢の中で、やむを得ず人命救助と水や食料補給に限って部分的な開港を認めます。ペリー艦隊はその翌年、浦賀、函館の開港約束を取り付けた上で、その一つである函館にやってきました。それから5年後、幕府は米国領事ハリスとの交渉の中で貿易を含めた開港を認めることになったのです。当時の日本は幕末から明治にかけて開港をめぐり、開国派と攘夷派とが激しくぶつかり、それらはやがて倒幕の運動につながり、政治、行政上の大混乱期に入ります。しかしこの函館は早くから港町として進取の精神があり、異文化を喜んで受け入れるというオープンな雰囲気を持っていました。その結果、この町は世界文化の一大交流拠点となり、いち早く世界の新しい技術や文化を取り入れ、消化し自分たちのものにしていくという素晴らしい役割を果たすことになりました。それから150年、函館も様々な変遷をしましたが、この町には今でも歴史的な建造物や人々の心の中に開港当時の面影を残しています。元町地区やベイエリア地区は今でも異国情緒にあふれ、歴史の重みを持っています。この歴史を思い起こすことによって、この地区を訪れる人にはより深い感動の旅をしていただき、地元の住民にはこれからの町の在り方を考える原点としていただきたいものです。この度開港150年を迎えるにあたって、私たちは函館開港のすべてという DVD によるショートムービーを制作することにしました。これは地域の語り部に開港当時の歴史を語っていただき、背景として現在のスポットや歴史的資料の映像を入れ込んで、それぞれ2分程度で編集しています。どこからでも結構ですから、選択してご覧になりながら歴史を思い起こしていただければ幸いです。